こんにちは、こんばんは、おはようございます。日立杯優勝できなかった俺はカッコつける必要がないと思ってひげを剃り落としました。どうも小山です。こんばんは、おはようございます、こんにちは、 MC ガッティ AKA 逆輸入ファイターノブ林です。決まりました。こんばんは、おはようございます、こんにちは、掛け算がやっぱりちょっと苦手な丸です。そうそう、順番抜いてるしな。そうなんですよ。締め、締めに。ずるいよね。ひどー。締めに。逃げたね。ちゃっかりさらーっと逃げた。すぐ行った。こんにちは、こんばんは、おはようございます。本名は、秋人、AKA、カス・エスコバーです。これです。この空気です。お疲れ様です。どうもお疲れ様でした。とりあえず日立杯の振り返り会ってことなんですけど、第16回ですか？16回ですね。16回、はい、今日は6月13日ですか？2ですかね。12日ですか？12です。はい、ただいまの時刻、21時7分でございます。はい、はい、よろしくお願いします。こんばんは。ですね、日立杯の振り返りっていうのもあるんですけど、はいはい、その前に一旦あのガチで YouTube の収益化が始まって、まあ、それの、ございますね、それの記念もあるんで、はい、今回は音声じゃなくて、はい、ちょっと動画を回しつつやってみようかなと思います。おっす。そうで、そこに伴って収益化なんですけど、なんせ俺らの楽曲が著作権がついてて、曲紹介ができなくなりました。何の意味があんだみたいな感じになってきたけど、ラジオの、ね、ラジオの意味がなくなってきたって、うん、ただのおしゃべりラジオになっちゃう、これだとね。著作権のない音源だったらアップできるってことは分かってるんですけど、はいはい、なんせ僕らの楽曲はまあちゃんと会社があって、うん、そこのレーベルさんから出してるんで、はい、まあ、著作権っていうのがつくんですよ、うん、でそうなってくるとその著作権に対してあの一旦動画の差し押さえじゃないけど収入できませんっていうのが出てきて、はいはい、でその楽曲を流したところ の再生回数であのお金がうちの会社に行って、はい、その会社の取り分と僕らの取り分で分配が入ってくるっていうシステムなんですが、うん、はいはい、それをやることによってあのボタンを押した瞬間になる CM、 いわば広告、はい、あれがなくなるっていうことで、1時間バッチリ喋っても残りの3分でどうにか稼ぐっていう謎のシステムになってそ収益化が意味がないっていうことなので、なるほど、まあ、とりあえず一旦実験だけど、はい、あのこれからはそういう会も設けつつ、はい、脳収益会も、そう、音源だけ紹介する会も設けつつ、はい、とりあえず基本的なのはもうエンディングなしか、最近出した3曲の あれをエンディングにするか、まあそんな感じで、まあ、実験がまた始まったって感じなんで、はいはい、そう、本当の第1回がもう道中嫉妬っていうラジオなのに道中嫉妬すらかけれないんだからね、俺ら。そうなんです。確かにパート2も俺ら作ったんだけど、パート2も流せないってことなんですよ。そうなんですよ。だから多分点5とか、うん、そういうのは収益化関係なしの動画を、はい、そうね、なんかあれか、じゃあなんかね、番外編で撮ったやつっていうのは割と、じゃあ音源もそれはもう捨てつたらあれだけど、完璧に音源とかそういうのでプラス言っちゃいけないことガンガン言えるかい、うん、そう、今回収益になって言っちゃいけないことがだいぶあるみたいなんで、そうね、なるほど、そもそもあの犬なんちゃら犬のその犬の間の部分の言葉すら俺らは言えないピンポイント MC って感じで、あれみたいな、そう、風のキーまでも言えなくなってくるみたいな。そうっすね。そう、センシティブになってくるんで、どんどん。そう、そうね、そこら辺はちょっとね、考えながらやるしかないよね。そうやりながら。まあ、それも、なんだろう、実験的にもう言っちゃってもいいし、あ、それがどうなってくるか。まあまあ、そのな、本当は日立杯で終わりにしようかなと思ってたんですけど、まあ、継続していこうっていう流れにもなってるんで、はいはい、まあ、全部実験を繰り返しながら、ずっと、うん、やっていこうかな。どうせね、収益始まったんだったら、うん、まあ、ずっとやっていってもいいんじゃないかなって、うん、そうですね、まあ、ペース落ちる時もあるのかもしれない、もしかしたら分かんないけど、うん、でもまあ、基本的にはね、日曜日の8時に、20時にアップできるようにを目標に、ね、まあ、俺らはやっていこうかなと思ってますので、はい、まあ、引き続き、お願いします、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そう、ということでじゃあ振り返りましょうか。はい、6月8日の日立杯がありまして、はい、前回のラジオが、1日前に撮ったやつで、そうですね、まあ、頑張ろうなんて言いながら次の日本番を迎えたわけですが、まずどうでした？あ、っていうかまず来てくれたお客さんだったりエントリーしてくれた人、はい、ね、本当にありがとうございました。ありがとうございます。思ってたね以上にめちゃくちゃいっぱい遊びに来てくれて、うんうん、俺ら正直 ね、その50人ぐらい入れば、うん、まあいいかぐらいのノリでね、はいはいはい、いたんだけど、まあ蓋を開ければ常に終始ストーミーマンデーがパンパンっていう、うん、そうですね、朝までずっとパンパンだったから、そうですね、うん、まあ最高なパーティーだったんでしょう、うんうん、
楽しませていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。そうですね。で、まあ、当日予選も、飛び入りも何人か来てくれて、うん、ですよね。うん、それでもやりつつ、カスイス工房もね、当日予選一応参加してもらって。そうでしたっけ？そうですよ。当日予選出てたでしょ、お前。出てなかったの？すいません、出てました。今何だったの？クソつまんねえ、その嘘、クソつまんねえ嘘みたいな、今何だったの？すいません、ちょっと忘れ去りたかったんで、自分自身。勝敗も聞かず、勝者83って相手の名前。さっそうとファあのエントランスに戻った。すぐ戻った。そうで、まあトラブルもなく、ええ、ね、問題もなく、誰かが血を出る事件もなく、そうですね、楽しい感じだったのかなと思います。振り返ってどうですか？まあ終始楽しかったですね、うん、まあ、俺は覚えてますか？覚えてるよ、うん、覚えてる部分と あなたがビックリマンのライブ中に急に水を含んでプッて霧吹きのやって大迷惑をかけた。それ俺分かんなかったっすね。それは俺も覚えてないんだよ実は。大事件が誰かが買ってきたの水。いや、ガッティがぶっ倒れてて、うん、で俺がもう半端ねえ引っ張られたんですよ。さっき周りがやっぱりその水とか飲ました方がいいよっつって、うん、誰だっけな、なんかグラスで買ってきた、買ってきた、いや、なんかジョッキで水、なんか青いやつじゃん、なんかこうでかいやつ、そうで、それ持ってってガッティさん飲んでくださいっつって、でガッティがこう飲んでってやって、みんながもうあ雨だみたいな感じになって、そうもう最悪ですね。俺ら地獄も霧を浴びながら叩き起こして、全然気づかなかったそれ。いや、やっぱシャンパン飲んだのがよくなかったな。なんで、いや飲んだの覚えてるから、うん、ああだってそれはそうでしょ。俺あの日ビールしか飲んでなかった、まだあの時、視界が序盤で潰れるって。いやでもよく聞かれてる。しかしの誕生、あの結婚おめでとう、近しいっつって買ったのに自分で飲んじゃう。何の、多分自分でただ自分にシャンパン買っただけだね。あとで近しい用の開けるっつって開けてないでしょ。開けてない。開けてない。自分のシャンパンを飲んだんだけど。でまあね、あの第3のセーフォーも聞きつつ、はい、みんなで、わちゃわちゃとやれてよかったなと思いますね。そうっすね。うん。ビックリマンのアテンドとかをマルさんが基本的にやってくれたりして。はい、スムーズにアテンドもやっていただき、いやいや、ありがとうございました。ありがとうございました。そう、僕はガチガチだったので、うん、緊張してたんで、まあね、優勝はまあまあやっぱ硬かったね、ギル、うん、そうですね。でもまあ正直ね、コエンマ俺行くんじゃねえかって思ったね、うん、1回戦見た感じで、うん、1回戦見てね、うん、俺思った、みんな多分そう思ってたと思う。あ、なかなかコエンマ行けるんじゃねえかと思った人も多分いたと思う、あん中には。いや、俺はちゃんとやれてんのかすら分かってなかったんで。いや、よかったよ、ほんと。シャモ戦は本当に1本目、俺ほんと、あの、聞きながらこう涙が出て、こいつすげえかっこいいこと言ってるって。うん、ただ延長先行になってから、もう、はぁってストップかけて、もう。言うことね。ピーってこう、全然涙が。超個人的な見解ね。うん。その、こう、終わった後、勝ったなってなったんですよ。うん。勝ったなと思って。で、判定もこう聞いてて、お、これ勝ったなと思って。で、延長ってなって、あ、もう言うこと一個もねえじゃんって全部言った、うん、つうかラッパーじゃねえのにあそこまでいったらもう俺勝ちでよくねえみたいな感じになりながら、なんで俺こう真っ当に戦ってんだろうと思いながら延長になって、そう、なんでだこれって思いながら、そうやったら何も出てこなかったですね、うんうん、いやでもまあ本当に、うん、やっぱ思ってたことをやってくれたなって感じだったから、うん、うんうん、いや怖かったっすけど、マジで1回戦乗れば勝てば多分行くんじゃねえかなと思うさ、案の定そのままトントンって言ったから、うん、はいはい、うん、うん、いやトントンではないですけどね俺はドギマギしながらなんか下降りて、あの水戸の大先輩たちに何か言われるのかなって震えながらそれみんな、いやお前なんかキレてんねみたいな感じ言ってくれたから、ああよかったと思ったけど、でもかっこよかったね、うん、まあなんかゴッチさんとかもやっぱすげえかっこよかったね。ゴッチさんもかっこよかったし、ウッツマンのあの熱量もすげえ、なんかやっぱね、下で見るよりホストで見てるとやっぱその熱量がすごい伝わってくるのよね。ゴッチさんとかのあのマジな目は。そうですね。やっぱりなんかこう、すげえ、やっぱかっけんだなーって、なんかその、まあ今、ゴッチさん正直曲とかも出してないしさ。なんかそういう、なんかこう出せよって出してくれよって思いつつも歯がゆい気持ちでゴッツさんとかを見てたけど、ライブとか今まで、はい、でもやっぱああいうね、なんか、うん、がっつり本意気でこの倒す、あの若手でも関係なしにやってっとこう、うん、あの目を間近で見たらなんかグーってくるものもあってさ、うんうんうん、でまあウッツマンとかは本当にあのままのもうラップブルドーザーの勢いをがっつりガンガン出してくれて、いやーって思ってかっこよかったっすね。やっぱ先輩らはかっこよかった。でもマイク対生声でもなんとかなるぐらいの声量だ。
横で見たけどこの人こんな分厚いんだと思ったの。分厚いよね、あの人ね。半端なかったな、やっぱり。でもそう、茨城の先輩たちはやっぱり相変わらずかっこよかったんだなっていうのも再認識できたし、いい街で音楽できてよかったなっていうのはありましたね。そう、この街でやれてよかったなっていうのはすげえ思いましたね。そう、私まあ別にね、隣の県だったりあれだよね、千葉のチェリーだよね。そうそうそう、決勝は。しかもチェリーに関しては当日予選からだからね。そうそうそう、若くてすげえやつ。当日予選でもやっぱもうや最初の二言三言でこいつかっこいいんだろうなって分かるよね、やっぱね。そう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 、それはちょっとびっくりしたですね。若くてもね、かっこいい人が出てきて、それが決勝まで行ったっていうのは二十歳だからね。なんかあのお客さんの判定もしっかりやってくれてたんだなっていうのはね、そうね、思いましたね。なんかそれ他に面白い思い出に残ってるラッパーいます？まあねどっから、でも結構ね、なんかね、うわグダグダやなっていう試合はなかったんだよね。そうですね、あのカスエスコバー対当日予選の8-3ぐらいがグダグダだったね。あれぐらいですよ。8-3はバッチリ決めたけど、相手のカスエスコバーがグダグダだったから一丁前にピンクの T シャツ着て見たかったね。朝方靴汚れちゃったっすよって言ってさどうでもいいわなんで俺が頑張ってんのにお前頑張んねんだろ。いや本当そうっすよね、ラッパーのお前が。本当それはそうっすね。それ人数足んなかった、奇数になっちゃって、当日予選そうそうそう、奇数になって一人余って、だそこを丸にやらすか河川にやらすか考えてたんだけど、だから丸にアテンドさせたの。あそうね、ラップやるよりはアテンドした方が丸ちゃんいいっていうかなと思って。そうです。そうで、ビックリマンとか、一世とか、DJ 陣にね助けてもらいながら、ね、いいライブをしてもらって、ガッティが言ってたみたいにライブを見せるためのバトルでもあるからっていうので、いい時間に食い込んでやってもらってっていう予定だったのに、アホが主催なんでタイムテーブル1時間巻きってバカみたいな設定で。そうっすよね、めっちゃ巻いてたっすね、確かに。全員が慌てたもん。遅れるよね、一瞬。まあ、ただスーさんが1時間も手前だよとか言いながらえ、もう出番みたいな感じ出すね。確かにだいぶざわついてましたけど、でもなんだかんだで結論はね、終わり締まり良くというか。そうっすね、1人ぐらいだった。でもリーンが多分3時間ぐらいやったんだよ。俺が一番ステージに立ってました、そうっすね、そうだね。いやでも、もうなんかオープニングのまあ匠くんで、まあカセ、でそっからバトル始まって、でまあマルちゃんのライブ、アイセットアイと DJ スーさんのライブで、ビックリマンゲストライブでビックリマン、で DJ スーさんでまたバトルやって、まあ最後まあ決勝とかまでやってリーっていう、あの流れはめちゃめちゃ良かったと思う。なんか我ながらいいタイムテーブルを組めたなって泣いたのは置いといてよ。泣いたのは置いといてよ。そうそうそう、組み込み方はね。そう、カスちゃんだってあれじゃん、多分過去一のライブだったじゃないの。過去一、客が入ったとこでやったライブで過去一盛り上げたでしょ。カスエスコバーの返しもすごいあったでしょ。すごかったっす。でしょ、すごかったっす。すごいムムムしてたもん。あの一回行くとあのワンバース目のフックニコニコしちゃったっすね。自分でも感じるくらい、ね、みんな手上げてたしね、そこは覚えてるっすね。そう、いいお客さんでしたね、みんな。いや、そうっすね、なんかあの動画ちょっともらって、編集とかちょっとしてたんだけど、そう、お客さんのヤジとかもみんなはしゃいでてすげえ楽しそうだなと思って、ラウンドガールっつってあれあのパネル持って歩いてるのとかも、客席からかわいいとかエロいエロいとかノリのいいやつらがはしゃいだりしてて、あのパネルが折れてなくてよかった。そうっす、朝ライブ中に伊勢があのパキッと折ってやるって言ったんだけど、さすが伊勢はね、人の子でしたね。ちゃんと折らずに帰ってった。いや伊勢やっぱなんかね、そうね、 MC バトルのさ、お客さんに見せてやりたかったんだよ、その茨城のヒップホップっていうか、まああいつが走ってるじゃん、ほんとその先頭をさ。そうですね、あのライブをどうしても俺は見せたくて、やっぱいいとこでライブをさせたくて、逆にビックリマンのライブとか茨城のやつらとか MC バトル にしか来ないようなお客さんたちにも見せてあげたくてっていうのがなんか叶えられたから、はいはい、より多くのお客さんに見せられたのは良かった。トング忘れてたもんね。そう笑ったわ。トングどこにやったの、あれ。トングなんかあれ、近下さんがこれビックリマンのとか言われて、いやそれストマンのじゃなかったら確実に彼なんですねっつって次の日朝渡してね、で1回戦で負けたサイプレスのがもう物販とかに置いてたもの全部忘れてくる。次の日ホテルのでに、ね、帰ってたみたいで、私に行ってっていう感じで、そっからまあビックリマンのアテンドで飯食いに行ってっていう感じだったんですけど、はいはい、すいませんでしたその件は。いやもう
もう10時集合って言われてたのが分かってたんですよ。10時に起きるって言ってたんだよね。そうですよね。10時に集合っていうのは分かってたんですけど、もう10時10分ぐらいでタイマー設定して、まあそもそも。で、起きて。起きる気ねえじゃん、そうですね。起きて 10時半ぐらいに、そう、電話したら、お前、昨日頑張ったからいいよって言われて、さあさあつって、1時まで爆睡してあのせいでいろいろ予定が崩れたんで。すいませんでした。頑張ったから、そんなチャラで。そうですね。日立ハイベスト8なんで。そうね、復活ベスト8、ベスト8、そんな感じでしたね。はい、まあとりあえず、復活編とはいえども、まあ来年またやれたらいいなぐらいな感じですかね。はい、そうですね、とりあえずなかなかハードなんで。まあでもね、コエンマはちょっとこれから優勝するまでちょっと追いたいなと思って。嫌ですね、嫌ですね。優勝するまではやりたいなと思うね。いや、あの日も正直そのままやるぞやるぞみたいな感じだったんですけど、うん、そう、一回その勝って、さっきあのとある人に負け、ま、早く負けてくださいって言われて、急にスイッチ入って勝ってやる、絶対ぶっ殺しやるって感じになって、あの全然恨みもないのに太平くんをめっちゃ敵だと思ってるんですよ。太平も朝までいたけどもベロベロだったよ。そうですね、いや遊んでくれてたっすね、本当にありがたい。めちゃめちゃみんな朝まで遊んでてくれた、うん、本当、うん、曲でセッションしたことないのにラップでセッションするとは思わなかったよって外で太平くんに言われて、本当だよねっつって。とりあえず、まあ、ギャーンと、まあ、ギル。で、シャモ。うん、あギル。うん、郡山のギル。千葉のシャモ。で、木更津の、まあ、千葉ね、ケン。うん、あと、大阪のボンノ、はい、うん、岩手の富弘さん、はい、うん。で、あと、東京の、東京なのか、地元は鹿児島か。のトキシック。うん、あと、まあ、水戸のゴッチさん。そして勝田の小山、うん、まずこのメンバーに、うん、まずはその試脚を OK してくれたメンツにまずはありがとうございました。ありがとうございました。あなた方がいてくれたおかげで本当に盛り上がった、うん、いいイベントになりました、はい、でまあゲストライブで来てくれたビックリマン、うん、はい、そしてまあリリースライブ I set I DJS、うん、でゲスト DJ の DJS もう本当そのもう全部が相まっていいイベントに俺はなったと思ってるから、うん、本当になんかみんなにお前がいいやつだからだよってみんなこう言ってくれたんだけど、マジで謙遜でも何でもなくマジでみんなのおかげだなって思った一日だったんですよ、うんうん、俺は、はい、本当に久しぶりにイベントやって、うん、いやーいいイベントに、うん、で締めくくれてよかったなっていう、本当にみんなのおかげで、まあ君たち含めいろんな人に協力してもらってたから本当にありがとうございました。そうですね、ありがとうございます。皆様にありがとうございました。第三兄弟にも、そう、西上兄弟に、そうですね、西上兄弟にも、あとそうね、まずまあ賞金が3万だったとこ、俺が1万プラスして、はい、で大ちゃんが俺に負けねえよっつって2万プラスして3万増えて、まあ6万になったわけですね、はい、でまるちゃんって俺が上から、まるちゃんいくら増やすっつったら、まるちゃん1っつって7に増えました、はい、でバトルに負けたサイプレスというのがいいイベントだっつって、下に降りた瞬間俺に財布から2万出したで9万になりました、はい、そしたら高安が、あの大ちゃんの弟の高安が1万1万っつって1万持ってきて10万になりました、はい、この順で10で、もうなんかやっててスター降りたら負けた富弘さんがいいイベントだっつって1さっきから1万くれて11万っつって、で極めつけフロア俺がうろうろしたガテさん1万プラスでっつって竹橋竹橋 AK タウハシって俺今呼んでるんですけど、タウハシが1万くれて、タウハシに関してはプレイヤーでも関係者でもなんでもないです、なんでもない、はい、自分のファンです、自分たちのこの周りのファンのタウハシがガテさん1万って俺の胸元にこう胸とかこのお腹のあたりにこうグググなんかこれはもらった、本当だったらもらわねえとこだけど、これはもらって祭りだからもらったことで、どうしたらありがとうつって、それで12万になった。ちなみに俺ベスト8が進出決まって、うん、DJ の空き時間があったじゃないですか、うん、その時階段で俺こう喋ってダラダラしてて、うん、で竹橋いて、うん、そうで俺がマジで優勝したら丸さんからマジ3万カツアゲすっかなみたいな話をしたら、うん、急に竹橋がその場の階段ですよ、うん、1万円俺に渡してきて優勝するんでしょっつってそりゃもらえないしみたいなそれガッテに渡してきてですよ、怖いからそれはって今思えばあそこでマジもらっときゃよかったのかもらって走って逃げりゃよかったみたいな橋行かれて、まあでも本当は楽しんでくれてよかったそうですね、すね、すごいお金使っちゃいましたよってあの方言ってたもん自分のせいだよねそれ俺も言った、そりゃそうだろ1万俺に渡してきたんだからそう朝一緒になんか残ってたからローソン行って、うん、結局なんかみんなふわーって集まってきてね、7、8人でなんか駐車場でなんかダラダラして、はい、そっからじゃあちょっと寝っかーって福島勢とかも残って、タクシャとかさ、うん、あのエチエチオとか太平とかも残ってて、うん、あとまあヒロキとかハチさんとか、はいはいはい、そうなんかそこら辺がねみんなこう集まっててね、はい、みんなでちょっとダラっとして、うん、じゃあ寝ますかみたいな感じで
1時間2時間ぐらいになったのかな。そうっすね、1、2、3、下手すりゃ3くらい、もしかしたら。お前はな俺起きてたから。そうですか。そんでまあそっからアテンドっていう流れでしたね。まあでも最高に楽しかったっす、うん、本当に、うん、ありがとうございました。よかったですね、本当におもろかったっす、うん、本当上の先輩たちもダイナスティさんとか、そう、会ってねえんだよ俺。そう、宇野さんとか、うん、そう、みんな来てくれてね、はいはい、誰にも会ってない俺本当に、うん、後からストーリーとか見てすいません会えなかったっす、うん、っていう感じだったかな、うん、そう、またね、パーループさん襲撃してましたもんね、軽く。だってこの距離でバーカ2年パーループーって叫んでる。うるさいよ、マル、いるよ、近くにいるよ、いるよ、パーループさん、パーループさん、いる、マル、いるよ。バケモンだよ、あのくだりよく見る最近。ずっとなんか乳首かすってるみたいな感じで。いやマジで優しい。でもね、なんか、うん、みんな優しいよね、ほんとに。あれ会いました、クリックス、ニケ君も顔出してくれて。ニケ君あと連絡くれたんだよ、会ってないで。帯には会ったんだよ。そう、帯ちゃんとかも来てくれて。マジで帯ちゃんの前でやんのやりたかった。嫌なんでしょ。帯はもう冷やかしだろうな。ガチ同級生の前マジや。一斉でもなんかニヤニヤされて斜め後ろぐらいで見た。嫌だなとか思いながら、そう、すごく恥ずかしかったですね。いやでもまあよかった、うん、楽しかったっすよ、うん、そうっすね。よかったっすね、やってよかったと思った、ほんとに、うん、まあ、もし次やるとしたらマジであの開口一番のシャンパン禁止で。そうだね、あれだけ禁止。それ以外誰も結婚しなきゃ飲まない。リー結婚おめでとうったら、リーもう3年前ですって言ってた。リーも結婚しちゃうなと思って、リー結婚おめでとうとかって、3年前っすうん、よかったよかった。そうね、楽しい、みんなが楽しんでくれて、うん、俺らも楽しかった。ベストバウトが、ベストバウト20試合。20試合、どうする、どのスパンでアップする。毎日アップするもん、1試合ずつ。それとも3日おきとかにする。3日おきになったっけ。3ヶ月ぐらいかかる、20試合は。20試合かかるね。じゃあ毎日アップぐらいでいいか。毎日2本ずつぐらいアップする。あ、まあそれでもいい。それだったらまあ、うん、10日ぐらいか。うん、どうする、明日から。いや、あ、届いてからだな、まず。全部届いてない。届いてからする、うん、じゃあ声まで送ってもらうようにするか。うん、それ届いたらいい。ああ、了解。その都度、作って出します。わかりました。それでじゃあ行きましょうか。うん、まあ、楽しんでもらう。まあ、ベストバウトもちょっと。で、あ、そうだ。前売りじゃないけど、あらかじめ行くよって言ってくれてた人、はいはいはい、うん、ガッティに連絡行ってくれてる人は、後々、別の URL を送ります。はいはいはい。なんでガッティそれ多分メモってるよね、多分メモってる。そう、本当に来てくれてるか分かんないけど、うん、うん、その、じゃあその画像俺もらうか、もう一回。あ、これでも聞いてるか分かんないか。そうだな、まあ、ツイートかなんかする、それとも。あ、そうだね、うん、来た、前売りじゃないけど買う、うん、行くって言った人でガッティに連絡くれた人は改めて連絡ください。で、それが最後の決勝戦ですね、はいはい、の長尺版、うん、はい、長尺版、うん、長尺版を特別に出します。それは優勝者フリースタイルが込みみたいな感じですね、はいはいはい、はい、それは本ちゃんのそのベストバウト動画には上がんないけどね、上がんない、本ちゃんの方は優勝は誰々で終わり、ギルちゃんで終わりの動画です。その後のフリースタイルが入ってて、はいはい、あと手前で第3の製法が、はいはいはい、ちょっと見れるぐらいの、はいはい、まあ、軽い感じだけど、うん、ちょっとした特典じゃないけど、はい、それをつけるって感じなので楽しみにしてくださいということで、はい、うん、って感じですね。なんかありました、エピソード。エピソード、うん、立ち早いエピソード、なんすかね。まあとりあえずさっき言ったように、まあライブもありがたいことに盛り上がってくれたのと、ぶちかましやったぞと。そうっすね、いつでもやめれる、もう。いや、そんなことない。これからっす。逆に火ついた。うん、まあそうっすね、サイエナイスとして。早く作れよ曲。いや、そうっすね、サイエナイス。そこちょっと次ですね、うん、あとはそれこそまあ俺ずっとキャッシャーやってて、まあ実際バーカンの横にテレビがあって、はいはいはい、はい、そこでまあ、はいはい、モニターで、モニターで見つつやってたんですけど、うん、まあそれでもやっぱ全部状況全然把握できなかったから、いろいろバタバタしたりして、うん、でそういう流れの中で、まあさっきまで話したまあガッティさんがぶっ倒れてるぞと、いろんなところから情報が、うん、来て、嘘だろうと。まずシャンパン飲んでること知んなかったんで俺は、はいはいはい、見てなかったから、うん、どのタイミングでそんなベロベロになったんだろうと思って、うん、で、まあ、ちょっとトイレ行くタイミングで見たら、
もうトイレの真横でまさしくぶっ倒れてて、でもうそろそろバトルも始まるんじゃねえかくらいの時間で、うん、その時はマジで俺第3とホストやるしかねえかなってああそうだよね、覚悟した。そう、俺加瀬ちゃん行くしかねえかなと思った。あ、俺もそう、一応言っといた。あ、準備しとけって。そう、ガッてやばいかも。早い。固まってたもん。そう、そんで、そんで丸さんがそう、丸さん俺のキャッシャーやるよみたいな感じなんですけど、うん、まあ丸さんベロベロだったんですよ大丈夫かなみたいな、なんかこいつにキャッシャーを出してるわ本当に大丈夫、その時は大丈夫、ちゃんとククできねえからキャッシャーもできねえっすよ。いや、こいつインさんが4つってなったもっと危ねえよ、うん、さらには、いや、ほんと必死でしたね、キャッシャー。確かに単純計算だなと思いつつ、すげえ入ったからな。そうっすね、うん、やっぱ団体とかで来るお客さんとか結構多くて、ね、外人とかいたしね、なんか外人いた、そうっすね、ちょこちょこいたっす、ね、いたっす、いたっす、いきなりウェーイとか誰だよ、どてぃーイっつその外人俺の顔見てガンジャって言ってたいやってどんな偏見だよ、ガンジャ楽しかったね。楽しい一日だった、本当に。まあとりあえず司会ご苦労様でしたね。本当にとりあえずバッチリだったと思います、はい、ありがとうございました。よく生き返ったと思う、本当に。いや、本当に回復力毎回そうだな、そう、もう一回崩れる、立ち上がるのも早いから、うん、そこに俺は自信持ってる。そう、本当にすごいと思う、それは。なんかペン落として紙拾って、またなんか落として、ペン拾って、またなんか落として、ずっと繰り返してるで、靴紐もほどけててみたいな帽子どこだっつって帽子は俺が持ってるし、なんかいろんな動画見たら俺帽子かぶってねえときあったよ、バッサバサなバッサバサな髪してってきては。いや、まあでもね、1年に1回だと思えばもう、うん、うん、最近でも多いな、俺記憶なくなっちゃうことが、うん、ちょっとこれは良くない、うん、月1回ぐらい記憶なくなってる確かにね、そうっすね、ペース的に言うと1回ぐらいなくなってんな。今月もまた危ねえ日があるしな、6月29日は、うんうん、4人で出れんのもそうそう、もう、そうだね、そろそろなくなってくから、あ、まあね、そう、一応そう、俺は表記されてないけど遊び行く系なんで、すいません、うん、すいません、盛岡予行練習みたいな感じ。そうね、予行練習どんちゃん詐欺師やからもんそうね、盛岡行けばまたね、7月6日の盛岡でね、ビックリマンにも会えるしね、まあ、うん、大好きヘッツにも会えるから、はいはい、そうね、そこも、まあ、そこまでっつったらあれだけど、いろいろ楽しみにしつつ、はい、まあ、およやれることやって、うん、次に進む人もいれば、一、うん、回止まる人もいるし、そうですね、うん、そこはまあね、およ自分のペースで楽しみましょうか。そうですね、ええ、で、まあ、そうだ、忘れてた、ちょっと日立ちからそれるけど、6月19日にあのリリースがありますんで、はいはいはい、でそれに伴って日曜日か、今日放送中ぐらいで予約をスタートしようかなと。日曜日、あ、うん、今日のこの放送の、そうそうそう、放送中8時、まあ、9時ぐらいか、うん、とりあえず CD フルコンボと、あとこの前会場限定で出した任品人だ、ザ・任品人、うん、あれの3曲入りの、うん、あれを同時で、はい、通販スタートしようかなと思うので、はいはい、了解です。それもよかったらチェックしてください。はい、お願いします。9名の、フューチャリングアーティスト、はい、ここ3人と、はい、ブラックキッド、はい、コービート、コービート、はい、で、カセスコバー、マル、マジュニアで、アミ、ジーアードで、ダウンタウンスウィンガーズの OB、アイセットアイ、はい、うん、で、これで合計9名の、はい、フューチャリング。ソロ曲が1曲しかないって、ね、そうですね、今回、うん、何も考えてなかったライブをそうだね、そう、俺もすげえ後で考えたんだよ、うん、新しいの出すんだけど1曲しか新曲がライブでできないそうだからもうバースで蹴るしかないよね。そうですね、まあ、ワンバースワンフックで切り替えるとか、そういう感じでみたいなのにトントン繋ぐライブをするしかないから、うんうんうん、まあ、そっちの方がおもろいのかなって感じなので、うん、あんま普段やれないライブを、うんうん、これからちょっとね、ちょっとしばらくはやっていこうかなって感じでいこうと思うんで、まあそれが配信と、はい、CD で出ますんで、はいはい、いつも通り1000円かな、あれだと、いや、物販は1000円でやってるけど、通販は1300円って感じですので、まあやっぱ物販で足運んでくれた方がお得っていうのは、はい、ありますし、そんで任品人の CD は物販でしか基本買えないから、うん、もしよかったらその俺のフルコンボ、ガッティ&コイモのフルコンボを買うのとセットにね、そうそうそう、任品人も買ってくれたら、うん、任品人は600円だっけ。そう、600円です。600円。それを一応表記的には、道中シットステッカー、任品人 CD 付きにしたんで。ああ。うん。
だからあのもう名目ステッカーにしました。まあありがとうございます。特典 CD ぐらいのノリで、はいはい、そうで600円でみたいな、お願いいたします。じゃあよかった。日曜日からね。日曜日は何日だ、うん、16か15ライブだもんね、風ね。そうですね、16か16、ね、あ15ライブじゃん。宣伝しといた方がいいよ。15ライブですわ。まあ、 あの終わった後ですけど、終わっちゃうんだよ。あそうか、今宣伝しても終わっちゃう。来週の22か、俺らの宣伝できない。22は、パンプイットで、パンプイットでちょっとガッティアンドコエンマライブしますので、そうですね、加瀬ちゃんは術後だから来れないもんね。術後だからおそらく、うん、おそらくつか休んでて、うん、まあ、心配だから俺な、お前の身が、身だけが心配だわ。優しい先輩です。休んでてくれな。まあ、そうですね、22。じゃあ俺とガッティ、あとまあ椿くんと一星と、まあそうね、一星とあとスーさん、スーさんこの前も、うん、いるんで、うん、スーさんもですしね、そこら辺もそうですね、パーティーって感じで、はい、でまあ29が、まあ29はお祝いでいいか、また来週のそうです、ね、あれの時にでも告知しましょうか、うん、ですね、こん感じですかね、はい、なんか楽しいことありました、その後日立ち終わってから。あでもまだ水曜、あ水曜日なんですよね。そうなんですよ、今日は金曜日じゃないんですよ、うん、水曜日なんですね、はい、僕がやらかしてるんで何もないね、この3日間くらいしかないし、みんなが白 T ぐらい、本当だ、確かに、これ合わせてないけどね。で今日なんか撮影をしようかななんて話して、そうそうそう、そう、PV の撮影を、うん、PV はまだ作ってないっていうね、そう危ない、そう やらかし案件を、19日発売とか言ってPV を撮らなきゃいけないのに、日立杯に完全にね覆われたせいで、うん、何も考えてなかったので、なおかつその言った通りフューチャリングだらけなんで、スケジュール抑えるのもマジで大変で、そうこの4人でだから撮ろう、そう道中シットパート2を撮るかってなってるんですけど、今のところノーアイディアっていうので、ノーアイディアまだ今日撮れるかもわからない、そうでもこれからちょっと撮るか撮らないかっていうのを考えつつ、はい、って感じなんですが、はい、まあそんなこんなで今回はここら辺で終わりにします。そうです、ね、奇跡のちゃんと30分終わり、うん、大体30分意外とね、うん、短かったね。まあでも喋、ね、ることが多分一つしかないから、まあそうですね、そんなもんなのかね、うん、いつも何個かあって、はいはいはい、それをこうそれがね枝分かれして広がっちゃって時間を押すこととか結構そうです、ね、あるけど、今回はもう日立杯っていうそのそれのみだから、うんうん、じゃあまあ最後じゃあ一人ずつ MVP をじゃあ、うん、言ってって終わりにしますか。じゃあ、うん、あの日の MVP を、じゃあ加瀬から。俺でもやっぱ小山さん、それずる、ダメ、もう一回、そうです、小山なし。奇跡の復活を遂げたガッティさん。あの MC じゃねえんだ。出てた MC じゃなくて、そっちの、そっちの MVP、 そうそっちの MVP ですね。この4人で決めようとしてたってこと？いやもう単純に本当にその全ての活躍含めてでした。うっかりです。あの出場者っすね、うん、誰だろう。でも本当に、うん、その身内とか忖度なしで、俺普通まあ本当にバーカンで、バーカンじゃない、キャッシャーで聞いてて、うん、普通にかっこいい、やっぱかっこいいんだなと思ったのは佐々木、あのアイゼンかっこよかったですね。俺はもう出てた MC 全員かっこいいと思います。一番とかは決めれないです。以上です。そうですね、全員かっこよかった。全員が勇者、確かに全員がヒーローで全員が主役だったから、そうですね、順番は決めれないし、みんなかっこよかったです。間違いない、いい MC だらけで、いい MC だらけでした。誰一人かけちゃいけない、うん、そう、うん、そうで成り立ったイベントです。そうですね、ありがとうございました。みんなかっこよかった、本当にありがとうございます。ありがとうございます。また来年出てください。まあそうですね、来年やるときはまた皆さんも出てください。コエンマが優勝するまで追うんで、このイベントは決めました、僕。それ逆にあの終わらないように俺が地獄の巻き方するのを続くんじゃないですか。ドクターコエンマ57とかスーがね、マジニアで出てるのにずっとドクターコエンマで出すんだよ。確かにそのたんびに違えんだよなと思いながら、気持ちいいんで言ってて、ドクターコエンマ、マジニアの違うんだよ俺の中で。そうなんです、確かにそうだね、ずっと違和感をね覚えながらね出てましたけどね。誰一人違和感なかったんだよ。声もだけだと思う。紙にはちゃんと毎回マジニアって書かれてるんだからね。そう、ちゃんと紙にマジニアって高橋さんが書いてくれてるの、うん、で俺ドクター声まで読んでる。ああ、いや本当に違和感ゼロだったね。全然いいんじゃん、ちげえよと思いながら。また俺が今年頑張って UMB を2024も年末優勝するんで、そうですね、そしたら来年は絶対またやるってことで、うん、日立杯は今年の日立杯はこれで終わりにしますか、うん、はい、ギルちゃんおめでとうございました。ギルおめでとうございました。で、あ、なんだっけ、ビートもあの、うん、あ、そうですね、出すんで、はい、ありがとうございます。あのまた新曲を、チョイスイズユアーズに続きなんで、うん、年一でギルちゃん作ってるみたいな感じですね。
じゃ出てくれた MC の方々とあと遊びに来てくれた方々、うん、ライブ DJ といろいろお世話になりました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。またやることあったらよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、あ、エンディングはどうする。とりあえずエンディングはじゃあ犬畜生最後に言ってもうたてか、なんで俺のタイトルがセンシティブに引っかかったか犬ほにゃらら犬でじゃあ終わりにしますか。今回は、はい、それでいきましょう、はい、じゃあ聞いてください、はい、犬ほにゃらら犬です人品人で犬ほにゃらら犬です。ありがとうございました。あざした。またさっさーす、あっす。3匹のノーラ俺がチンレスワンだ真髄のコア。これはまだ序盤お前らのど真ん中を打つ畜生吐き捨ての言葉。犬畜生犬いつもここにいる。見た目ボロくてもプライドは気高く、やるべく任務遂行する手堅く。汚ねえ鍋に入ったおまんま、ずっと変わらねえだろ見たまんま。ナンバー数えて 1,2,3 このマイク一本にバウワウかぶりつき。理屈じゃなく超感が出したい、超頑張った分褒美ください。くだまいたアホくだらない野郎、犬と犬で挟まれたと畜生。犬畜生犬犬ドクターが引きちぎってインデペンデント。一匹のノーラコードネーム CNF デフをメイクするエビデイ。ケースバイケース地頃明日を決めるサイコロの目、マイクテストなし一発で決める人生をフルペッ、ある意味ギャンブラー。ファイティングポーズ崩さぬ姿勢はグラップラー、ぐらつくぬかるみしぶき上げるパウパウ。頭下げなきゃ尻尾も振らねえ、最後の垂れ死ぬ覚悟が俺にある。ノーラにはノーラの生き様、鋭い嗅覚で街を乗せバル深な紅残飯真っ黒い手荷物ファイナルは一級品。目は死んでねえ、まるで盛りのついたカスです。俺は絶えず音のケツを追いかける。犬畜生犬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 犬犬犬犬犬畜生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 犬。たどり着いたスタイルはドギー、足元は CD だけど Just do it。 上しか見てねえ屋根の上のストゥピッストゥピッ、言われてもかわせクーニー。忘れねえ心にはブーギーダウン、虚勢じゃねえ My words が宙に舞う。横目ちらつくフリガン、割が食わねえんだよそのビーフは。カルチャーにとらわれたノーラ、水戸から各地へ広げるぜドグラン。ノーブランでもつけたマーキングは濃くな、予言の損先へファクのストーラー。 Hey B boys そこ掘れディグディ、黄金のクレイトさらに深く導く。突っ走っても棒に当たらねえ、ターンナーかき消すなんちゃらの逃亡へ。犬畜生犬犬畜生犬犬畜生犬犬犬犬犬犬畜生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 犬。